ミスター M さん、いつも Q&A にお答えいただきましてありがとうございます。速稼塾の久保です。今回ですね、いろんな重量のダンベルなりバーベルなりがありますけども、どういうふうに使い分けてるんですかって質問だったんですけども、筋肉のね、やっぱり効果に応じて使い分けるということで、私もね、そういった意識を持ちながら筋トレをねしているところもあるんですけども、確認できてよかったです。さあ、それではですね、次はね、ミスター M さんが一体どういうふうな肉体を目指していらっしゃるのかってこともちょっとね聞いてみたいと思うんですよ。で、私はねやっぱり一番目指したい肉体がこうムキムキのね、シルベスタ・スタローンさんですかね。やっぱ60代70入っても相変わらずね体すごいですよね。やっぱりこう私のこの青春の憧れはスタローンにあったかなというところでございます。彼の背中を追いかけて、追いつかず遠のくばかりでございますけども、でもやっぱりね、筋トレする前は必ずロッキーシリーズを見て音楽を聴きながらもうかなり盛り上がってやるという形でございます。で、あとはね、東洋での代表格といえばジャッキー・チェーンですかね。ジャッキー・チェーンの素晴らしいアクションをこう思い浮かべながら筋トレをしたりとか、こうウォーキングしたりとかするもんですけども、ミスター M さんは憧れの人物ってありますかね。で、もう一つ質問させていただきたいんですけども、やっぱりね、なんかトレーニングをするときって音楽で自分の気持ちをどんどん盛り上げたいじゃないですか。私はね、もう言うに及ばずロッキーシリーズのサントラを聴きながらねやってます。特にねロッキー4のなんですかね、炎の友情といいますか、ドルフ・ラングレンが出てくるねドラゴとの戦いのBGM を聴きながらやるわけなんですけどね、アイオブザタイガーとかっていうのもいつ聴いても私の心をね盛り上がらせてくれますよね。どんな時でも戦っていきたいっていう気持ちにさせます。いや、音楽の力ってすごいですよね。上がらない重量も上げそうになります、ね、そんな形でね、今日はご質問が2つあります。1つが、憧れの肉体は例えばどんな人なのかなっていうことと、あとはね、筋トレするときにやっぱ音楽聴きますかってこと、聞くでしたらどういう風な音楽を聴いてるのか、ご紹介いただければと思います。これね、他の人もね参考にしたいものだと思いますんでね、よろしくお願いします。